はい、どうも皆さん、こちらガールです。で、本日はですね、私がね、このチャンネルで散々紹介しているこちらのエポスプラチナカード。そう、このエポスプラチナカードよりもマイルが貯まるクレジットカードを本気で考えてみたという動画でございます。はい、というのもですね、私の動画では散々ですね、エポスプラチナカード VS SPG アメックスカードというね、マイル還元率動画というものをこちらのね、散々動画を撮ってきたんですけども、今回ね、こちらの SPG アメックスカードがなくなってしまったということで、このエポスプラチナカードの比較対象のカードというものがなくなってしまったという形になっておりますので、このエポスプラチナカードのマイル還元率よりも高いもしくは同等のカードというものを私は探しましたので、今回はそちらについて今回は皆さんにお伝えしていこうと思います。ということで、このチャンネルでは JGC 事業、 SFC 事業の他にこういったクレジットカードのお得な情報、また海外に行ってみたい方に何か一歩きっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画がねもし面白かったという方はぜひチャンネル登録しておくことをお勧めいたします。それでは行きましょう。レッツゴはですね、このエポスプラチナカードよりもマイル還元率の高いクレジットカードを紹介ということなんですけども、まずおさらいとしてこのエポスプラチナカードのマイル還元率をおさらいしておきましょう。はい、ということで、ね、このエポスプラチナカードはですね、100万円決済につきのこちらのマイル還元率になるんですが、 JAL マイルですと 1.25%、 そして ANA マイルですと 1.5% のマイル還元率がこちらの100万円決済で得られるエポスプラチナカードのマイル還元率となっております。はい、なのでこちらの決済に関してはですね、まあ以前の動画にもお伝えをしているんですけども、まあ、今回ね、エポスプラチナカード200円で1ポイント、そして年間ボーナスマイルが100万円につき2万ポイントがもらえますので、今回ね、100万円決済ということなので5000ポイント、プラス2万ポイントのボーナスポイントで、それぞれね、1.25%、1.5% という形になっております。こちらにね、計算式載せておきますので、まあ、こういった形で、エポスプラチナカードは100万円につき、JAL マイルは 1.25%、ANA マイルは 1.5% になりますよということを前提に今回はお話しさせていただきます。ということで、今回はこの通常決済のみの計算で今回はお伝えしていこうと思います。やっぱりね、入会特典ボーナスマイルだったりとか、あとはその特約店でマイル還元率が2倍になります、3倍になりますというのを抜きにして、あくまで通常決済でこちらのエポスプラチナカードと同等もしくはそれ以上のマイルが得られるカードということを紹介していきます。さて、このマイル還元率より多くマイルが貯まるもしくは同等のクレジットカードというのを今回は2種類今回お伝えしていこうと思います。はい、まず1つ目なんですけども、この ANA ビザプラチナプレミアムカードでございます。はい、こちらがですね、年会費が8万8000円で、マイル還元率が約 1.5% 通常決済でもらえるということになっております。詳細はですね、こちらに載せておくんですけども、まず200円決済で1ポイント、そして1ポイントが3マイルになるということなので、こちらが100円決済で 1.5% ということなので、マイル還元率が 1.5% で通常決済で 1.5% という形になります。はい、なのでこれはですね、エポスプラチナカードと同等という形になりますね。ただ今回こちらのエポスプラチナカードなんですけども、今回私さっきの計算式100万円決済での計算だったので、この100万円以上になりますとこちらのエポスプラチナカードというのは還元率は下がりますので、なので100万円以上、200万円、300万円毎年決済している方なのであれば、 ANA ビザプラチナプレミアムカードの方がマイル還元率は高くなるということでございます。で、エポスプラチナカードで例えば200万円決済、300万円決済すると、このボーナスポイントというのがレートが下がっていくので、どんどんマイル還元率というのは悪くなるクレジットカードとなっております。まあ、その分ですね、まあ、選べるポイントアップショップとか貯まるマーケットでカバーしましょうねということをですね、僕のチャンネルでは発信してるんですけども、今回は通常決済での還元率というお話なので、という意味で言うと、200万円決済、300万円決済で 1.5% を維持できるという意味で言うと、他の ANA ビザプレミアムカードの方がマイル還元率は高いものと言えるということになっております。はい、なのでまず1枚目はですね、 ANA ビザプラチナプレミアムカード、こちらが通常決済で 1.5% のマイル還元率が手に入れられるカードというふうになっております。はい、そして2つ目ですね、2つ目が ANA ダイナースプレミアムカードでございます。はい、こちらがですね、年会費17万500円ということで、こちらもね、100円で 1.5 ポイントを 1.5 マイルということで、マイル還元率 1.5% という形になっております。これもね、 ANA ビザプラチナプレミアムカードと同じなんですけども、ちょっと違う点が1点あります。さっきのビザプレミアムカードは200円で1ポイント3マイルだったのが、今回の ANA ダイナースプレミアムカードは100円で 1.5 ポイント 1.1 マイル、マイル還元率 1.5% ということなので、200円ごとのマイル還元率なのか、100円ごとのマイル還元率なのかで分かれております。例えばね、1100円の買い物をした時は、こちらの100円分のマイル還元率っていうのはこちらのビザプラチナでは還元対象にはならないんですが、1100円の場合でも ANA ダイナースプレミアムカードの方はマイル還元率の対象になるということになっております。なので100円単位でもマイル還元率 1.5% の対象にしたい方なのであれば、こちらのね、 ANA ダイナースプレミアムカードの方がまあ細かくね、こちらの還元率対象になりますので、ぜひね、おすすめという形になっております。ビザプラチナの方は200円単位でのマイル還元率なので、ここはね、ちょっとね、注意が必要かなというふうに思います。結構ね、塵も積もれば山となるじゃないですけど、
ども、結構ね、この細かい100円単位のがね、結構年間に計算するとね、結構な額になってますので、結構ね、僕は100円単位でこのマイル還元率の対象になるカードの方が、まあ、長期的に見てね、お得になるかなというふうに思っております。ただ、この2枚とも注意してほしいのが、年会費ですよね。そう、こちらのエポスプラチナカードは年会費2万円なのに対して、今回の ANA のビザプラチナは8万8000円、約4倍。そして、こちらの ANA ダイナスプリミアムカードに関しては、年会費17万円ということで、約8倍以上ということでね、こちらの8倍の年会費、そして4倍の年会費になりますので、この 1.5% の還元率、この100万円以降の決済率ですよね。この100万円以降の 1.5% のマイル還元率を保つために、4倍の年会費を払うのか、8倍の年会費を払うのかという話になってくると思いますので、ここはね、もう費用対効果の話になってくるんですけども、例えば500万円、600万円までね、決済する方なのであれば、こういったプラチナカードがいいと思いますけども、ただ、100万円、200万円の世界なのであれば、こちらのエポスプラチナカードの方が十分と言っても過言ではないのでしょうか。そう。やはりね、プラチナカード、このね、ダイナースのビザプラチナも、どっちもプラチナカードではあるんですけども、このエポスプラチナカードも、この十分プラチナカードの機能としては発揮いたしますので、100万円以降、200万円以降の決済率も 1.5% をキープしたいのであれば、このビザプラチナダイナースプレミアムの方がお得という形になっております。そして、残念ながらですね、JAL マイルの方で 1.5%、通常決済で 1.5% を維持できるカードというものはございませんでした。はい。なので、そういう意味で言うと、JAL マイルを貯めないのであれば、こちらのエポスプラチナカードを使っていってれば一番いいのかなというふうに思いました。そう、JAL カードの方のプラチナカードを調べてみたんですけども、やっぱ JCB とアメックスしかないんですが、どっちともね、通常決済では 1% という形だったので、やっぱりね、この 1% 以上の JAL マイルを貯められるカードということでも、こちらのね、エポスプラチナカードはおすすめでございます。はい。ということで今回はいかがだったでしょうか。今回はね、私が散々紹介しているこちらのエポスプラチナカードよりもマイル還元率が高いカードをちょっと調べてみたという形でございました。ということでこのチャンネルではね、 JGC 修行 SFC 修行の得な情報や海外に行ってみたい方にね、何か一歩きっかけになるような情報を配信しておりますので、この動画がね、もし面白かったら役になったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント、ラグとヘガもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はですね、こういったね、エポスプラチナカード以外のですね、こういったマイル還元率のカードを紹介してみました。皆さんもね、ぜひおすすめのカードがあったらぜひね、コメント欄とかで教えてください。まあマリオットボンボイカードとかもね、まあ200万円決済で 1.25% ですけども、それ以上の還元率ってなると、やっぱりね、あのホテルの特典だったりとか入会キャンペーンだったりとか、そういったものでね、結構マイル還元率っていうのは高くなると思うんですけども、まあ普段のね、通常決済、長い目で見たらやっぱりこの通常決済でのマイル還元率っていうのが結構ポイントになってくると思いますので、ぜひね、長い目で見て自分に合ったカードをぜひ選んでみてください。それでね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。よし、OK。